マリエットの MR7 です。好きなリールなので、これを中心に使ってきましたけれども、おかげで酷使してしまったようで、不具合が起きています。巻き取る方向に回すと綺麗なクリック音がするんですけれども、ちょっとなんか変ですね。同じ型のリールがありますので、それと比較してみます。巻き取る方向で、こういう綺麗な音が鳴って、逆転すると、サイレントドラッグといって音がしない、そういうリールなんですが、そうなっていない。ということで、ちょっと中を見てみたいと思います。スプールを外すとこういう機構になってますね。ここの上蓋のような丸板を外します。ここがバネの爪になってるんで、内側へ押しやれば外れますね。こんな状態ですね。ここに留め輪がありますので、これを外します。ちょっと飛ばないようにこれを当てておいて、これを外してみましょうか。こういう感じですね。とギアが2枚ありますね。と問題は、ここかな。ここが何かの爪になってる感じなんですけど、ちょっとこれだけではどういうものかがはっきりわからないですね。なので、もう一つのリールも分解してみました。ここですね。ここの部品がこちら正常な方に対して、こちらはどうも錆びて先が欠けてるような感じですね。これですけれども、外せるかやってみましょう。先に外れる部品を全部外しておきます。あとはこのバネを外せば、錆びて固着してる感じですけれど、動くかな。ちょっとあんまり力が入りすぎるとまた飛んでしまいそうなので、あ、取れた。こんな感じのパーツ。正常な方も外してみました。ここですね。ここの先が欠けている状態ですね。しかしながら、このマリエットのフライリール、フライ関連タックルのお取り扱いは2021年をもちまして終了いたしましたと、ホームページに告知がしてありましたね。ということで、販売が終了しています。非常に残念です。さて、これをどうしましょうかね。同じものを作ってみましょうか。ここ、爪の部分が、2段階の形になっているので、ちょっと難易度高そうですけれども、なんとかやってみましょう。この壊れたパーツをこっちのパーツと同じ形に
作りましょう。材質は鉄のようですけどもね。厚みが1.5ミリ。ここの突起が残ってる部分が0.5ミリ。パーツの型紙を作ります。これがパーツの実際の形ですね。その途中の段階の作業用の型紙。念のため2枚ずつ切り抜いて作ります。それではこのパーツと同じ形になるように、この材料を使いながら、この図面の寸法のように、この型紙を使って削っていきます。ここの幅1ミリメートルのところを切るっていうことで、真ん中のここの部分を切り出すっていうことですね。現在こんな感じです。かなり近い感じに削れましたね。あとは細かいところを室内作業で調整したいと思います。削り出したパーツ、こちらですね。ここの部分がちょっと大きい感じですけれども、機能的にはそんなに問題ないのかなっていう気がしてます。あとはここの両袖の部分を少し落とした方がいいのかなっていう感じですね。パーツを削り出しました。こちらがオリジナルのパーツですね。これが削り出したパーツです。若干ここの丸い部分が大きいかな、少し尖ってるかなっていう感じですけれども、とにかく合わせてみましょう。仮組みして動きを確認してみますけれども、ちょっと硬いかな。ちょっとまだ硬い感じですね。
若干引っかかる感じがしますかね。少し先を丸くしてみましょう。削って調整しました。若干まだ引っかかる感じがしますかね。さらに調整しました。大丈夫ですね。グリースを塗ればさらにスムーズになると思います。では組み上げましょう。ここへこのパーツをはめ込んで、あとは適度にグリースを回しながら元の通りに戻していきます。セット完了。最後に蓋を戻して、蓋はここの位置ですね。中心を合わせて、これで修理完了です。それでは最後にスプールを取り付けてみてどうなるか。いい音しますね。もう1台と比較してみて、同じような感触ですよね。はい、これにて修理完了です。昨シーズンは3番と4番でこのリールを中心に使ってきましたけれども、メンテナンスついでにこのパーツちょっと確認してみましょう。特に大きな損耗もなくしっかり働いてくれてるようですね。引き続き使っていきたいと思います。グリースも新しくしましたので、2023年のシーズンもしっかりと頑張ってもらいましょう。